こんにちは。今回はパチンコ CR4 はね、こちらについてお話しようと思います。日本にカジノを誘致しようとねしている人がたくさんいるのは分かりますし、それに賛成派反対派というふうに2つに分かれるのもこれもいつものことでございます。で、私はねカジノやパチンコに反対だっていう人に、まあすごくシンプルな答えを提案したいんですけども、反対ならばね近づかなければいいんではないかなと思います。私の人生パチンコやスロットが目に入ることはもう今ありません。そういうところに近づかないし、そういう話題が出る人と付き合いがないからなんですよ。で、その話題が出たら、いや興味ないんでねっていうふうにすぐ終わってもらいます。で、これでいいわけなんですよ。このね地上に何万店舗、この日本に何十万店舗、パチンコ屋があろうが、カジノがあろうが、スロットがあろうが、そこに足を向けなければないのと一緒なんですよね。自分の大好きな彼女の顔を見とけばいいじゃないですか。そしたら一生その大好きな彼女の顔で人生終わるんですよ。よくないですか。だから自分が何を見るのか、怒りや憤りに意識を向け続けるのか、反対するテーマに自分はずっとね関わり続けるのか、それとも自分の喜びをもたらすようなものにずっとね意識を向けるのか、これ全部自分で決めれるんですよね。そして吉田さんが言われたように、本当にかわいそうな話なんですけども、パチンコ、スロット、カジノを支持する方ね、プレイヤーとしてカモになるだけです。そうなんですよ。誰のためにやるか、誰が儲かるのか、それはですねパチンコもカジノもスロットもやらない運営者とか不動産会社とか中間団体ですね、こういう人たちが人の欲を消費して消耗してそれを吸い上げてるだけなんですよ。ですんでね、パチンコ法案通った、カジノやったとかね、カジノが来たぞって言ってカジノにいそいそと出かけてる人はカモになっていると、二重三重のカモになってるってことなんですよ。だからいいんじゃないですか。やりたい人はやれば、やらない人が儲けるだけですからね。この図式に気づいたらバカバカしくてやってられないと思うんですよ。ただそれだけなんですけどね。まあやりたい人はやる、やりたくない人は近づかない、それでいいんじゃないですかね。カジノが来ようが、パチンコが流行ろうが、スロットがどうしようが、私はどんだけ世の中のトレンドがあろうと隠居してますんで、全く関係ないところにおります。この小さな部屋でですね、自分の好きなものと好きな環境に触れながら一生を終える、なんと素晴らしいことでしょう。もうね、私の家の外に核戦争が起きてもあんまり興味ないような、そんな極端に言えばそんな感じですよね。世の中で何が起きてても私には関係ないよね、私と別の世界のことだよねっていう話なんですよね。ということで世間ずれした話でございました。それでは奥間町で。